はい、今回はね、スパイファミリー最新話第73話ミッション73について掘り下げていこうと思います。原作最新話までのネタバレを含みますのでご了承ください。アニメはシーズン1最終回を迎えましたが、原作はまだまだ進んでいきます。かなりね、深刻な展開となってきており、少しずつこうスパイファミリーの世界の構図が分かってきている、そんな深い回だと思います。ロイドの幼少期、戦争の頃のエピソードも重かったですが、スパイになった理由や私たちの生きる現代においてもこうメッセージ性を持たせてくる、そんな回でしたよね。今回はまたバックグラウンドがわかる、そんな回でした。まあ、スパイファミリー基本的にコメディというかホームコメディというところがあるんですけれども、実際はね、やっぱこれ深い意味だったりとか、こういう部分がたくさんね、あるので、そこがまた面白みの一つなんですよね。そしてバスジャック編は続いていきますが、結末もそうですが、それよりも様々な人の思いを感じる超重要回だと思います。ぜひ皆さんの73話に対するご意見やご感想、考察お待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の励みになっております。電の御殿チャンネルではアニメや漫画などに関するコンテンツを配信しています。水星の魔女やスパイファミリーなどジャンルにとらわれず深掘りしております。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると、電の御を頑張れますのでよろしくお願いします。では早速本題に入っていきましょう。冒頭では今回のまさかのバスジャックの主犯である赤いサーカスの残党ビリーの回想からスタートとなりました。前回ヘンダーソン先生が子供はいないのかとビリーに聞いていましたよね。で、娘がいたが政府に殺されたというね、悲しい過去を背負う人物であることが判明。その詳しい内容でしたね。ビリーの娘、ビリーですね。ちょっとややこしいんですけれども、現在ビリーが所属する赤いサーカスの学生運動に娘のビリーが参加していることがわかります。前回ビリーから赤いサーカスは自由と平等を謳う学生運動から始まった組織であることが分かっていましたよね。まあ、社会的弱者を守るために声を上げていた組織ということが分かりました。赤いサーカスの初登場を振り返ってみると、赤いサーカスの残党を夜がガーデンの指示で掃討しています。この時テレビの報道では一部の組織から資金援助を受け、国内で無差別テロを繰り返している過激派組織と紹介されていましたよね。なのでこの時点で全く変更報道されている部分というのが前回語られました。ビリーは赤いサーカスが悪いことをしていなくても、政府はデモ鎮圧で娘に危害が加わることを心配していましたよね。しかしビリーは信念のため死ぬのは怖くない、間違ったことを間違っていると言えない世界になる方がよっぽど怖いと言い、自らの信念を貫きます。この言葉めちゃくちゃ響きますよね。ビリーは主義主張を通るほど甘くないことを言い否定されますが、家族の身を案じることは悪なのかと逆に問いましたよね。その時ビリーもね、もうそのやっぱそこは共感する部分だなってところの表情をしていましたよね。なのでビリーがね、娘を心配する気持ちは強くわかる場面でした。ここでね、完全にビリーはバスジャックをした悪人というね、もうレッテルではなかったということになりますよね。しかしビリーの心配は最悪の結果となり、ビリーはね、帰らぬ人になりました。スパイファミリーにおいて死んだ姿が映し出されるのはおそらく初めてであり、これほどしんどい描写はないですし、何よりビリーの内面を深く知ることができ、深い悲しみで今回の件に至っていることがよくわかるシーンでした。そして現実に戻り、アーニャはこうパチパチなので、このビリーの心を読んだのかもしれませんが、特に反応する描写はありませんでしたよね。これ多分おそらく伏線だと思います。ビリーのジャックしたバスは身を隠しており、もう一台のバス2号車が動いてもらうほかないという決断をしていました。2号車の方は警戒されておらず、ガスマスクをつけた人たちに襲撃されそうになりますよね。この中にユーリがいました。前回ね、場所を特定していましたよね。ユーリはね、左肩を撃たれてしまいますが、まあ、ひるまずにね、制圧をします。ユーリは治療を受けますが、モチベーションが低い時は超人ユーリでも弱いという設定が判明します。今回はね、直接的に夜姉さんは絡んでいないのが原因ですね。チワ娘アーニのためだからということです。で、バス B ですね。2号車の制圧がアーニャたちの乗るバスを包囲する人たちにも伝えられますが、ここでも政府としての闇が垣間見えます。要するにやることはやったけど、強硬手段出るしかなかったという半ば強引な手を取るため、上からの指示で委任されるという流れとなっていました。平和解決を試みたいという言い訳という嘘をついていますが、ここまで来るともうもはや悪ですよね。八方塞がりであることをビリーたちがアナウンスし、もう一台のバスの仲間たちが全員死んだため、同じ末路をたどりたくなければ投降しろとね、脅しています。このことについては、要は人質を度外視した脅迫となります。ビリーは失敗と諦めるものの、同じバスに乗る仲間たちからは、諦めず赤いサーカスの最高、腐った国をぶっ壊す、娘の死についても挙げ、ビリーを一括。まあ、この辺にもね、失敗とね、ビリーが思ったところも、もう犠牲者が出てるってことはもう引かないといけないという、そういう意思があるというところですよね。で、結果的に事前の計画通り失敗に終われば人質もろともバスごと爆破するというプランを実行しようとします。ビリーは失敗と思っていたように、この自爆作戦はおそらく考えていなかったと考えられますよね。冒頭の回想からもビリーは命を大事にしたりできる人物であり、あくまで仲間思いな人物であることがよくわかります。
ましてやイーデンの子供たちの命を奪うことは毛頭考えていないと言えますよね。アーニャはその作戦を読み取り焦る中、突入部隊が登場。その声もアーニャは読み取ります。保安局衛兵中隊と呼ばれる、まあ武装鎮圧部隊といったところでしょうか。指揮を取る局員は夜明けまで待つという条件も無視し、吸収すると言います。人質も極力傷つけぬようとのことでしたが、この極力には点が振ってあったんですけれども、これはあくまで便宜上ですね。制圧が最優先となっているのは言うまでもありません。アーニャはその状況を察知し、このままだとバスごと爆破されると焦り立ち上がり、ビリーに向かうシーンで第73話は幕を閉じます。いや今回のね話ね重すぎますよね。もう正直あのユーリが食らって回復とかどうかってちょっと頭に入らなかったぐらいね、ちょっと衝撃回でしたね。まず冒頭のビリーの回想が本当に辛いです。娘ビティの主張は何も間違っていないけど、政府の手によって命さえも奪われる、鎮圧される、悲しすぎますよね。ビリー自身はバスジャックの時も偽物の爆弾だったりとか、エミールにね、こう恵まれているなって言っていたりとかね、完全に見た目は悪役に見えますが、まさに国によって悲しみをね、背負った人物であることがよくわかりました。オスタニア政権の闇深さだったりとか、正しい意見でさえ力でねじ伏せられる、まさに現代において否定できない部分は多く重なってくると思います。あと何が怖いって情報統制ですよね。赤いサーカスの初登場時はガーデンにとって世界を美しくあるために相当されたグループです。つまりね、夜は店長の指示で動いているものの、罪のない人、主義主張もできない人を暗殺しているという可能性は非常に高いんですよね。売国クソ野郎どもとね言っていましたが、果たしてそれは本当にそうなのかわからなくなってくるのが一番恐怖です。もちろんホームコメディとして家族としての感動するエピソードなんかもたくさんありますが、ここまでディープなエピソードが語られると、いろんな側面でスパイファミリーのメッセージ性を感じますね。今後の展開としては、おそらくアーニャがビリーの回想を断片的でも読み取っていると思われます。悪い人じゃないことが分かった上でどういう動きをしてくるのか、アーニャらしい切り抜け方でこの危機状況を突破してくると思います。あとはね、今回ジャックされてからかなり時間経過していることからも、遠方でミッション中のロイドがもしかしたら駆けつけてくれるかもしれませんね。ここでね、夜がね、相当に入ってしまったりとかするとまたややこしくなっちゃうんですけど、そこまではさすがにいかないと思いますが、今回ちょっと結構ね、今までのこの70何話ある中で一番ちょっとね、重たい話だったんで、可能性はゼロではないかなと思います。アーニャがどういった行動をとるのか、どうビリーの両親に語りかけるのかがキーとなっております。それでも政府の闇はよくわかる回だったので、かなり重要だと思います。そう考えるとね、ドノバン・デズモンドアニメ最終回でも出てきましたけれども、今ね、政党としては外れてる野党なんですよね。なので、もしかするとね、ドノバン・デズモンドの中っていうのはいい諸説っていうのももしかしたら出てくるかもしれません。ぜひ皆さんのね、ご意見だったり考察等あればコメントで教えてください。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。